こんにちは、不動産相続対策専門士の尾崎武史です。今回は令和6年2024年から施行されます相続登記の義務化についてお話したいと思います。そもそも相続とは、亡くなった人の遺産を受け継ぐことを意味し、遺産が不動産だった場合に登記が必要になります。不動産は登記簿という書類に名前を記載しておく必要があるために、その名義を変更することを登記と言います。例えば図の A さんが亡くなった場合、相続人として A さんの子供 B さんが遺産を相続します。遺産が不動産だった場合、名義を A さんから B さんに変更しなければなりません。実はこの不動産の登記について今現在基本的には義務ではありません。した方がいいけれどしなくてもいい、そういう状態だったため、相続が起こったけれども登記せず本当の所有者がわからないという事態が多くなりました。所有者のわからない不動産は利用や処分をすることは大変難しく、建物が霊化して周囲が迷惑に思っていても簡単に取り壊したり土地を使ったりすることができない状況にあります。こういった事情から法改正され、2024年から不動産の相続が起きた場合、必ず登記しなければならないということになりました。具体的な内容としては、相続が起きて不動産を取得したと知ってから3年以内に登記する義務が発生します。正当な理由なく登記せずに放置すると10万円以下の過料、いわゆる罰金が発生します。全てのケースに発生するわけではなく、相続人が不動産の取得を知りつつ面倒だからと放置した悪意や過失のある場合に発生いたします。登記はご自身でもできますが、何度も役所、法務局の方に行ったり必要書類を集めたりと作業が多く煩雑なため、司法書士に依頼することをお勧めします。ご相談いただければ当社提携の司法書士の先生をご紹介することも可能です。登記して自分の名義になった不動産をどうするかは自由です。しかし住んだり使ったりする予定がなく、自身でメンテナンスもできそうでなければ、早めに売却するのが良いかなと思います。相続後3年間であれば、売却利益にかかる譲渡税を減らす特例を利用することができるため、3年以内の売却がおすすめです。相続した不動産を放置すればするほど、いわゆる不動産に近づいていってしまいます。登記しないままだとさらに過料がかかる可能性があります。不動産を相続したらなるべく早く登記をし、利用や処分を検討しましょう。相続不動産でお困りなら、ぜひウィンドゲートまでご相談ください。